ビタースイートのお二人です。おはようございます。おはようございます。それではまず自己紹介からどうぞ。はい、まず私が長崎県長崎市出身の18歳の田崎朝日です。よろしくお願いします。はい、新潟県出身20歳の長谷川萌実です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人してはいそうですね、やってましたけれども、はい、もやってます、ね、はい、あ、本当もう、はい、はい、なんだね。あ、そうなんですね、はい。まあ、でもビタースイートなんていうそういうユニット名だと、どっちがビターでどっちがスイートなんていうことよく聞かれませんか。よく聞かれますね。そういう時はなんで答えてるの、萌実さん。どっちがどっちというわけではなく、うん、2人合わせてビターなところもスイートなところも合わせ持っていて、時には融合して、お互いのいろいろな部分を歌で表現していけたらいいなということです。はい、そうなんだ。そういう風に答えております。そういう風に答えて、はい、そしてそんな風に今日も答えていただきました、はい、田崎さんはね、あの長崎市の出身、はい、そうなんですよ、ね、いうことで今日は、はい、長崎のスタジオでの、もう、ね、すごい嬉しいですよ、うん、大胆なピアノアクションと歌声が評価され、16歳で受けたオーディションで全国2000組の頂点に立った朝日さん。上京し、去年女子高生シンガーとしてデビューしました。歌手を目指したきっかけは、中学生の頃稲佐山で見たロックコンサート。ふるさとでのイベントにも積極的に出演しています。転機が訪れたのは去年暮れ。将来のさらなる可能性を期待され、長谷川萌実さんとのユニットビタースイートの結成が決まりました。まあ、2人はね、はい、あの一つのオーディションのグランプリ、そしてその翌年のグランプリという、はいはい、そういう2人の組み合わせ、はい、ね、お互いがどんな風に思ってるかっていうのがちょっと気になるところなんですが、はい、まずじゃあちょっと朝日ちゃんから聞きますね。はい、私どうですか、萌実さんはどんな人。そうですね、あの初めて会った時にすごい、そう、大人っぽいって感じがするんですよ。分かる分かる分かる。これで、うん、あの27ぐらいに見えたんですけど、私今20歳なんですよ。そ、うん、そうそう、うんうん、いや、あのすごい、あのいい意味でだよ、いい意味で。いや、なんか今ちょっと、うん、微妙な表情してるね、萌実ちゃんがね。いい意味で、いい意味で、うん、いや、すごい大人っぽい、大人っぽくて洋服もシックな感じで、うん、綺麗な方だなと思ってたんですけど、うん、なんかこう時が経つにつれて、うん、ちょっと天然さんなところも見えてきて、天然、はい、結構しっかりしてるのかなと思ったんですけど、あれって思うところとかも出てきたんで、はい、じゃあ続いて朝日ちゃんはどんな人。はい、朝日ちゃんはすごい、しっかり者っていうイメージがあったんですね。しっかり者で自分の芯があって、でそれはやっぱり変わらずすごく強くあるんですけれども、うん、やっぱり私と同じで、うん、あの年下のちょっと甘え子ちゃんなところがあって、うん、でちょっと抜けてるところもあるんですよ、うん、お互い抜けちゃってるんですよ。そうですね、そうすると、あら、まあ、大丈夫かしら。ツッコミがいないんですよ、このグループは。はい、ちょっと、話が終わらないんですよ、それで。あ、なるほど、はい、あ、なんか MC の時とかすごい大変なんですけど、あ、なんかお互い、あ、そうだったかもね。そうなんですよ。そうだった、シャワーって言ってくれる人が誰もいないという。はい、ライブで、歌は結構アゲアゲでノリノリ系の曲が多いんですけれども、MC になるとちょっとふわふわしちゃうみたいな。あ、盛り上がった後にそうなんです。そうですね。そういうライブに今なっています。いいじゃないの。だけどそういうギャップがたまらないというファンが急増中。本当ですか、いるかな。まあ何しろ長崎出身ですから。そうですね、ここはもうこのアップルをご覧の皆さんには、うん、たくさん応援してもらわなくてはいけません。はい、はい、それではお二人それぞれに一言ずつ、うん、
長崎のこのアップルをご覧の皆さんにメッセージをお願いします、はい。私田崎はですね、もう本当に長崎にいた頃からずっとアップルを見てたんで、今日出させてもらってすごくもう嬉しいです。こうやってまたこう長崎にもちょこちょこイベントをさせていただきに、来たいなと思っています。その時はよろしくお願いします。これからビタースイートとして頑張っていくので応援よろしくお願いします。それでは私たちのユニット名と同じタイトルの曲聴いてください。ビタースイート。ねえキャンディーだけじゃちょっと物足りない、たまにはビターなチョコも欲しくなる、優しいだけじゃもう飽きちゃうかも、酸いも甘いもどっちも見せて、ビタースイート。ねえきっと二人が出会ったのは偶然、気まぐれ神様がくれたプレゼント、それを運命に変えたいから、うわべじゃない君も知りたい、ビタースイート。喧嘩しても嫌いになるとしてくれたらビタースイート、ちょうどいい甘さとほろ苦さのバランスが癖になるの、ずっとそばにいて毎日君に会いたい、24時間色あせないようにこの恋足りない、たまにはビターなチョコも欲しくなる、優しいだけじゃもう飽きちゃうかも、酸いも甘いもどっちも見せて、ビタースイート。さあという、もう可愛いでしょ、可愛らしくてまた元気があっていいですね。ね。